京都技術大学では、ライセンスを持つ学生なら誰でも使える共通工房、ウルトラファクトリーのことを指しますが、このウルトラファクトリーで、前期後期を通して様々なプロジェクトが行われております。えー、そんな中から、今日は、美術工芸学科基礎美術コースの山本太郎先生率いる、日本が浮世絵プロジェクトの面々が来てくれて、明日から始まる展覧会のことについてお話ししてくれることになっております。えー、日本がとは、 行為とは、山本太郎とは、豊原邦近とは、えー、先ほどまで設営作業をバリバリやっておったその足で来てくれたことなので、お疲れのところ大変恐縮ですが、えー、それでは、まずはいつものお二人をお呼びいたします。えー、東春斎木原と、東海道中平安県です。どうぞ。<laughs> <laughs> シャラク、<laughs> シャラク屋。シャラク ありがとうございます。おきに。ありがとうございます。いつもありがとうございます。皆さん、こんばんは。よろしくお願いします。流ちょやったね、今日。りちうやったね。今日、ちょっと原稿用意してお磨きが、磨きがすごい。でもなんか略して、なんて言ったのザって言ったのあ、ウルトラマンにかけて、ジャって言ったんです。あ、ジャって言った。なるほど。コードやったな。コードすぎましたね。ちょっとね。拾えなかった。すいません。あの、いくつか、最初にちょっと学生呼ぶ前に2つあって、 まずまたこの配信を見たなんかこう大学業界の人が <laughs> この配信のことを話してほしいっていうオファーが来ていやほんまに何回かこれも断ったんですけど<う>でもなんか大学業界の人たちを集めてすごいですよライブ配信で毎回100人から200人ぐらいが見る。えー 大学の教職員、学長とか見るんですよ、他の大学の。<ー>でな、なんとか大学のブランディングとはとか、新キャンパスを構想する上でとか、こ連続シリーズがあって、うん、それの僕15回目ぐらいが僕の回なんですよ。<laughs> バリア <laughs> <laughs> もう決まってるってことね。もう決まってるんですうわで。毎回本当に100人から100、200人ぐらい集,め集まってます。 爪痕残しほ <laughs> <laughs> んまに2、30人いちゃうかなと思います。何を話、えー、なんか大学なんか校、校内放送でやってるみたいなことをこう評価してくれてるみたいなので、ちょっとお二人のこともバチコン言ってきたいと思います。えー、<laughs> <laughs> っていうのが一つと、だからこれ、素晴らしいことですよ。うん、この「気柄ラジオ」が。うん、でもう一つが、それを思ったとこに振り返って、 どんな話したらいいのかなみたいな考えるじゃないですか。はい、僕も。うん、で、まあここに着地を今してるわけですけど、まあどんどん違うね携帯を取って今この着地をしてるわけなんですけど、最初もっと緩かったなって思い始めたんですよね。<う>実は。もっともっと。今も緩いけどね。今も緩いんですけど、<laughs> ももっと緩かったとこいます最初。そうかな。うん。だからちょっと、うん、もうちょっとい緩い方に持っていった方がいいと思います。 思いましたそれ今言う話だ。2つ目の今日のもう少しね。ちょっと僕も力みすぎてた今まで。何が想像せるのやろね。うん、前に前に。入りもちょっと緩くしますわ。いやいや、入りはもう磨きかかってきたんで。ああとか言って。だからあの。 多くの人に見てもらえるように頑張りますけど、やっぱりこうゆるくそれを売りに、チル放送、チル構内放送の目指してやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと僕はツッコまない。そう、あの本読んだよ、めっちゃおもろかった。面白かったでしょ面もかった。もう中でもね、僕は。あって話すことっていう、最近出た田中弘信さん、元電通の方なんですけども、が書いた本があって。 あの読みたいことを書けばいいっていう本があったその次に会って話すことっていう本を書いたんですけど、まあ、とても面白い本なんですよ。もう一気に読めるねあれ。まあ文字でっかいですからね。とにかく。でっかいでっかい。やりんうんあれとても面白いです。ええ顔かよ。うん、あれ。両方読み終わったから書くあ<れ><ひ>あ、ありがとうございます。<laughs> うんまあ、その本の中にツッコミをするというのは。 こう場を盛り上げていくこと、芸能人がいれば場を盛り上げていくことになるけど、まあ、素人同士だと突っ込むことによって、その会話が遮断されるので、もうアホだと分かっていても乗っかっていくことの方が、その場を盛り上がりますよっていうようなことが書かれてあって、だからそれはやっぱりこうやって会ってきっちり話すことによって成立するもんだよみたいなことが書かれてあったので、まあ、僕はそれをこうきっちりと参考にして、はい、突っ込まず上いいま、まとまってる内容を。 はい、よろしくお願いします。あ、で、あ、コメントありがとうございます皆さん。こんばんは。はい、あきこんばんは。はい、よろしくお願いします。んんでは早速ですけど今日の <laughs> ようやく行きましょう題材。はい。まずもう学生に出てきてもらいましょうか。ね、今日あの学生が、あの <laughs> 僕に関してはこのあの高橋さんと長松さんなんですが長松さんに関しては開始30秒前ぐらいにズームに入ってきたので顔もまだ見てないです。どんな確かに。 どんな子なのか。でも、ちょっと外、うん、入ってきてもらいましょう。では、お二方、どうぞ、高橋さんと長松さんです。あ、長松さんはああ。いい、斬新 <laughs>。斬新や。う <laughs> <嘘>えー、気をつけてや、歩きながらか。ほんまやな、それちょっと。気をつけてや。気をつけてね。おもろい、僕、ないですか行ける <laughs> やった方がいいですかねいやいやあのなんか頭ぶつけたりとかせんかったらいいけど、うん、大丈夫ですあのま周りもきっちり見てね、うん、いい直前は画面切りや <laughs> あそうやなあじゃ切ります、うん、あく直前に、ね、入ってきてくださいまた後であ <laughs> ここでな,なんでこの長松さんが歩いているのかであったり高橋さんもギリギリに参加していただいたんですけどまあまさに今日しょあの紹介しようと思ってるプロジェクトが明日、うん から会期が始まりまして今もう夜中夜の10時までみんながこうせっせと搬入をしてそれを終えて今こう参加してもらってるお二人なので、まあ、そのプロジェクトのことをまあ紹介しつつあのとてもこう僕自身は全くあの知識がない話なのでまあいろいろ話を聞いてみたいなと思いますでは高橋さんよろしくお願いします。よろししくお願いしますすどこの誰ですかあ はい、えっと情報デザイン学科のビジュアルコミュニケーションデザインコース、<laughs> 4年生の高橋和歌奈です。はいいよろししくお願いしますということは、高橋さんはビジュアルなので、普段はグラフィックデザインとかを勉強している。<laughs> ですね。はい、<laughs> 一応 <laughs>。いや、平池さん教えてたんでしょあの、1回授業を受け持ったことあって、はい。 記憶には残っていただいてたみたいです、一応。ああ<ー>、はい、お互いお互い、はい。あよかった。受け持ったよね。受け持ってました、みたいな。まあ、だから、段はこはグラフィックとかを勉強している高橋さんですけども、まあ、このプロジェクトはね、グラフィックデザインとはまた違う。 といこを学び、はい、表現していくわけなので、まあ、なぜそういったことに興味を持ったのかであったりそもそもまあこのプロジェクトをこうテーマにプロジェクトがテーマにしていることは何なのかみたいなことをちょっと紹介していただきたいなと思います。はい、まず高橋さんざっくりこのプロジェクトのご紹介ははいお願いできますか、はい、このプロジェクトは,い、<laughs> はえっと用分を作るプロジェクトです。 山本太郎さんが日本画とか日本画の技術を持ってるアーティストさんなので、うん、その技術を使って屏風を作るっていうプロジェクトで、うんえー、みんな応募して参加したりしてました、うん、で、えっと、私は去年から参加させてもらってたので、うん、引き続き来年もお世話になりますっていう形でまずその山本太郎さんというのが、まあ、うちの先生なんですけども、はいまあ、とても面白い先生でかつ、はいまあ、多くの こうねまあ、もう多分この言葉が合ってるんですけどファンが多いですよね山本太郎さんって、うん、本当にファンがとても多くてまあ日本が。 出身なんですけど日本画っていう,こう新しいジャンル山本太郎さん独自の新しいジャンルを確立させてあの京都でもリンポ400年の時とかのメインの作品をこう山本太郎さんがこう作っあの、ね、メイン作品に選ばれてで京都中が山本太郎さんの作品でこう埋め尽くされたみたいな瞬間が過去ありました、まあ、それぐらいこう知名度も高くてかつファンも非常に多い先生のプロジェクトに参加をしているというわけですね。はい で,、はい、で屏風を描くプロジェクトなんですけど今やこ明日から始まるものは屏風を描くということではない屏風も描きました。うん、屏風も書いで展示されています。うん、あとあ<っ>そうですね1つ新作があ2つ新作があるんですけど1つは完成していてすでに展示されています。うん、で、えっと、もう1つは未完成のもので明日からあの太郎さんが作品を描きながら展覧会中に完成をさせていくっていう、うん ものになっていますなるほどあのそうだちょっと前だ前段階からちょっと話さないとプロジェクトっていうのが大学の中にありましてあちょっといきなり話それっていいですかあの、はい、ちょっとああんまり露骨ないですけど入試のねアンケートみたいなのを取ってて、うん、あの参考になるものなんですかみたいなのがあってこう自由記述基本はこう選択、うん なんですね、パンフレットとか「うん、マイマイマイ」とか。いやいやでその他で自由記述があるところに「木原ラジオ」っていうのが <laughs> 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 高校生が書いてたので,で高校生を見てくれてい,い,い,います。参考にしているそういうことかなるほどあの入試を受ける上で参考にしているものとしてこうハララジオがあったので,でこのプロジェクトというのは京都芸術大学の,、まああのまあ、名物カリキュラムで。 えっと、さっきあの、ね、高橋さんがグラフィックデザインを普段学んでるって話をしましたが、こう普段の学びとこう関係しているかどうかはかかわらず、興味のあるような仕事とか、さまざまな活動、アーティストと一緒に作品を作っていくこととかにこう手を挙げてあ、私もそれやりたいって言ってこう参加できる仕組みになっているんですね。なので、普段の学びとは異なるような屏風を制作するようなものに、高橋さんは今、わっているということです。<laughs> はい、え、かっちかちやん。いや、高校生に向けて今。<laughs> <laughs> やばいやばい。 <laughs> さっきのなんかちょっと抜いていこうみたいななもなんもう <laughs> こういうこういうこうわかりますかでもメリまた聞く態度もこうですよ僕はだから <laughs> <laughs> 話を今から <laughs> はいなるほどではでえっと具体的に今行っていることについてお話を伺っていきたいと思うんですけどもおそらくタロさん来えっ 嘘やチ。チャットにチャットにあチャットに来ましたあっタロウさん,さんど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 ん入れて <laughs> ちょっと待ってそしてシーラさん<う>私入試のアンケートに木原ラジオで書きました。何が参考になるの <laughs> 何も参考良平君の,あ,のあれかな最初のしゃべりかな あそうやね恐縮、はい、ですあ山太郎さん何でも聞いて、あ<ー>山太郎さんがそこで答えてくれますね。あ<ー>で、おそらくですね、ここで本題に突入したいんですけども、あの、長松さんが帰りに帰って、復活してるんじゃないかなと思うんですけど、<laughs> 長松さん、復活してますか、もう落ち着きました 落ち着いてないようなので、長松さんを今突き動かしてるものは何なんやろうね。では、あの長松さん好きなタイミングで入ってきてね。あのこちらが喋ってるどんなタイミングでもいいので入ってきてください。では高橋さん明日から始まることちょっといろいろご紹介していただきたいと思うんですけども、はい、もう今後ろにあるやつですね。まさにね貼っている。はい。はい。はい。どんな展覧会なんですか。明日からは。はい。えっと。 大学がの芸術館っていうところにうん、うん、あの浮世絵がすごくあ浮世絵以外もですけど、うん、いろいろとコレクションがありましてその中のえっと浮世絵を中心に、えー、展覧会をします、うん、ね <laughs> <laughs> いやもう全然練習しなかった <laughs> <laughs> どうした頑張れ展覧会自体は、うん、あのよく 今で言うアイドルのブロマイドみたいなものだよとか言われたりするんですけど、うん、そういうところからやっぱり昔の人にも推しっていうものがいて好きな人もいてそれをコレクションしてたんじゃないかとかいうところから私たちもたくさんの作品を見させていただく中であこの作品いいなっていう推しの作品を見つけてそれを学生目線でこう展覧会していく、うん、でまた先生もお気に入りの作品を見つけてそれを屏風作品にしていくっていうような、うん ことをしましまでそれを展覧会として、うん、あの作り,、うん、ありましたいやいやこれ本当に僕そのフライヤー見てすっごい面白いと思ったのそこに書かれてるテキストとかも書いてあるのを読んで、うん、要はまあね今高橋さんが言ってくれたみたいになんかこうブロマイド的に昔もこう見てたんじゃないかっていうことはなんとなくこう世間の人たちは知ってるけどそれをこう学生たちがこう推しっていう観点で。 なんかそれをピックアップするって発想がすごい面白いなと思ったしその目線で僕自身は見たことがないですよね、うん、浮世絵とかこう自分が押す感覚で見たことがないのでなんかどういう感覚で学生たちが選んだのかなということをこうなんか聞けたら面白いなと思っております。ねえ永松さん先生がタタイトル言ってタイトトルル言言っっっててて、はい

学生ですよね、これ全然知らない人が当然入ってくるじゃないですね。あパンが入ってきたパンパン。だいぶふわふわやな、このパンは。はい、でもちょっと、絶妙あの森本さん好きなタイミングで入ってきてね。はい。じゃあ、では、えそれってさ、こう、芸術館にある、いわゆる歌舞伎。 役者さんを題材にした浮世絵がたくさんあるあ<れ>芸術館そうですねでもそれ以外のものもあります、うん、あのなんか子供とかいろいろなものをピックアップされていてその中で学生がただただ気に入った作品をピックアップしましてそれでもさ気に入ることなんてありますか長松さん「カッチョえ!」ってなるんですかこれちょっとごめんなさいなる <laughs> えそれ何を見てその絵を見てその なんで、好みだわーっていうこと、それともこう。シンプルにかっこいいっていうのと、うんうん、なんか。そんな発想どこから来たんだろうっていう驚きとか。浮世絵のイメージを。変えるような、なんか。モダンなものもあったりして。うそういうのが、だんだん自分の好きになって、推しになっていった感じです。それ、二人の今、推しは何ですかって言って、こう説明できるんですか。私の推しはこれです。高橋は。<laughs> なてえ、なんて、なんて。 選んんででななくてそうなんです私あの1人だけ4回で、うん、こコミュニケーションを円滑に図る参加者なので <laughs>、えー、っていう感覚に入ってるのであの後輩たちに選んでもらって、うん、それをまとめる係としてキャプションとかのデザインも私がやっててあおなので選んだのは今回参加してくれてる2人とか、うん、他7人の学生が選んでいます。うん、それって 実際何点ぐらいあ,ある中で永松さん選ぶんですか大体芸術館に浮世絵は1000点あっておマジでえー、ジャニーズにないんですけど <laughs> <う>で ?1000 点イコール1000人じゃないでしょ、イランケンさん。そういうことか。あ、うん、あ、キムタク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 、タクタク<笑><笑>それはそうやんな、キムタクの横斜め前、ロンバ系とかいろいろたら <laughs> 役者 <laughs> <ン>さんだったら男、一川團十郎、一川左段次の絵が多かったです。あー、なるほど。でも、それでもやっぱ絵によって、これがいいわとか、全く異なるわけですよね。うん、はい、そんな感じなるほど。だから、ま,まさに、だから、ロンバケ前、ロンバケ号ちょっとごめんなさいあのちょ、ちょっと年代間違えたな。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど。でも演目、演目ごとに違うもんね。<laughs> うん、ああ。 正解はさん言て、うん、正解やよかったよかった <laughs> でも1000イコール1000人じゃないっていうのは勉強になったああなるほどねあ今あのやばいチャットでの質問に対して山本太郎さんがチャットで答えてくれてますね <laughs> <laughs> ありがとうございますありがとうございます,います太郎さんほんま真面目で人やからな <laughs> <laughs> あのどんどん情報発信してください山本先生よろしくお願いします <laughs> 先生 <laughs> <あ> <laughs> そして森本さんを準備できてるんだったらあのミュートを外してビデオをオンにして入って来てくださいねうん、うん。ビデオオンですか？ビデオオンです。<laughs> ビデオ,オンにしないとね、のママあの YouTube 側で、うん、あの声だけ出てるみたいなあの天の声みたいになるよ。うん、それでもよかったら。かわいい。え、ドスピン？い <laughs> それ <laughs>。 なるほど。その前の段階の高橋さんの話聞いてない,と分からない。と車の被りも持って行きますんで。わ <laughs> かんの、俺らだけはもう。<laughs> まあ、ちょっと行きましょう。あの良きタイミングで、森本さん。あの声だけでも、全然大丈夫ですので。うんうん、はい。<laughs> はい。そして、じゃあ、その推し。長松さんの推しは。ポイントとともに、教えていただきたいんですけど。 押し寄せは1人2点選ばせてもらったんですけど、うん、まず1つが真ん中に人がいてその背景がギンガムチェックなんですよ。うん、そ,のそこになんか人の背景に吹き出しみたいなのがついててそれが浮世絵らしさなんか浮世絵っぽくないなっていう、うん、チェックが浮世絵に出てくるっていうのが結構私の中では衝撃で。うん そういうまあ本当見てもらわないと私の説明で伝わらないと思うのでいやめちゃくちゃ伝わるというか、うん、想像なんそ,そもそも想像ができない銀ガムチェックがあるっていうのがえ本当にあんの普通に銀、うん、ガ,ガムチェックです銀ガムチェックは正真正銘ガムチェックです出たみたいな <laughs> いあマジですかえー それ,だからそれはそれで呼び方があったってことかなギンガムチェックって日本の言葉じゃないよね。<laughs> イギリスとかそんなんじゃない <laughs> じちゃうかな,なんでイギリスだ<も>と思う。やんな多分。もう明治時代の作品なのでカタカナう入ってきてたんじゃわ、うん、かんないで、ね、す。でもそういうのも想像するのが楽しいねそれはうん。でもそれってさ1000点あるうちの中で1点だけギンガムチェックを。 いやえっとその絵は5枚続きの絵なのでシリーズものです。書いてある人は違うんですけど、背景は一緒。背景はそのシリーズは銀河もチェックっていう。書いてある絵、そうなんだ。そういうものもあるん。背景一緒のところで撮ってるけど、5人違うっていうことや。でも、ジャニーズってことですもんね。 要は。推しやからね。推ちは BTS とかなんかね、ちょっとあれやけどな。なるほど。ごめん。あの、山本太郎さん、国近は妻が40人以上っていう、あの、そうなんですよ。耳寄りな情報が。あだからとても、じゃ本人はすごい表になる方とかですね、じゃあね。おそらく。表になるのか。 捨てられるのか。ああ<ー>。長続きしない。あのすごく多分長続きしない方って引っ越しの回数とかもすごく多くて、うん、もう百回以上引っ越しされてて、一<ー>日三回とか。一日三回。<laughs> 伝説では。引っ,で引っ越しを <laughs>、はい、すごいやんそれ。引っ越しの境に儲かってしゃーないでそれ。<laughs> <laughs> 確<かに> <laughs> えでもそういうことも勉強するんだ二人は。 2人というかプロジェクトのメンバーたちそうですね。メンバーにお <laughs> を知ろうっていうで。でも、あ,<の>あれでしょう、芸術館のその学芸員さんのレクチャーみたいなも、もちろん、高橋さんとかも受けてるんでしょ、みんな。そうですね。とか、あと、今回あの、携わってくださっていた、あ、誰やったっけ、田口先,<生>先生にも、浮世絵の話をしていただいて、1個、うん、自分以上かな、丸々○○うん。 いうそれってさ二人は浮世絵にそもそも興味があったんですかああまあないことはないみたいな <laughs> いやまあんまりなかった感じだすね <laughs> でもね短歌、ね、メンバーは浮世絵に興味があったり、うん、その太郎さん自身とやっぱり関わりたいっていう学生とかが多かったですねうん、はい、なるほどそっか、まあ、太郎さんファン学生の太郎さんファンですね <laughs> 山太郎さんう私の場合は母親が太郎さんファンで、うん、<laughs> ウルトラプロジェクト「<ー>それ太郎さんのとこ行ったらいいやん」みたいな言われて<ー>でも自分も日本のそういう伝統文化とかは興味があったんでうんそれを学べないじゃないですかあの、うん、情報デザイン学科だと自ら学ぼうとしない限りは学べなかったので、うん、参加して学ぼうと思ってなるほどえさ松は何で参加したんですか 私も上手なんですけどなんかそのさ平面の作品を作れるっていうことだったので、うん、上手だともうパソコンに向かいっぱなしであれなんで、うん、その筆が握れる場所っていうのと、うん、あとなんかリサーチっていうのが結構興味があってでなんか、うん、学校にせっかく浮世絵があるなら。うん それ多分プロジェクトじゃないと真剣に見れないだろうなっていうのもあったりいろいろいろんな要素重なってこのプロジェクト参加しようかなってなりました、うん、なるほどそれさ参加して、えっとまあ、いろんな理由でみんなね参加していると思うんですけどこう自分でごめんなさいこれ今って要は自分で推しを選ぶじゃないですか制作するのも制作するんですかこのプロジェクトはい 新作のやっぱメインは先生の作品ということなので、うん、私はその屏風に紙を貼る作業のお手伝いとかもしましたし、うんうん、あと前期はまたこの展覧会とは別の活動をしてて、うん、そこで何かあのちっちゃいフィギュアみたいなのを作ったりしてました。うんうん、前期期と後期 ずっと同じメンバーでやってるはい同じメンバーですそうなんだ <laughs>、はい、ちょっとあのチャットで BTS の話になってますけど平木さん知っててスルーしただけですよ知らないみんな <laughs> BTS のこと知らずにスルーしたわけではないと思いますああそうやと思いますそうやと思います、うんはい、こ,っち,だこっちさんが哀れんでくれてたて <laughs> <laughs> でダイナマイトにみんな <laughs> 怒ってますわ。ちょっと古いぞ。<laughs> ダイナマイトじゃないぞってきます。さあ、良平君ね。うん。うん。ぜ、僕。<laughs> <laughs> うん。うん、でも、その後期の今やってるその展示に向けたの、設営も全部学生らでやるし。グラフィックも、キャラさんツイッターで、良平さんデザインって言ってくださいましたけど、実は僕以外に学生も一緒にやって。あマジですか。そう、たまに。字とか、学生が書いた字ですよ。マジですかうん。いや、この背景の。 高橋さんの背景にあるこのリーフレットのデザインは、うん、まあ我らが良平さんデザインと聞いていたので、うん、でも学生たちも一緒に関わって、うん、色,色とか全部決めてもらいましたあって文字も書いてますあマジで、はいえー、なんか書体で置いたら弱くなるから筆で書けって言って書いてくれたんです全部。 <laughs> あ,あるもしかしてめちゃめちゃ書いて <laughs> 死ぬほど惜しいって書いてくれましたから惜 <laughs> しい <laughs> 書きました <laughs> え何十枚も書いてくれたよねすげえな,な<ー>何枚も何枚もありますそうそう,そう,そう、うん、こんな感じで,でいいいやうんすごいあの そのデ,デザインというかそのリーフレット自体の評判もあの職員の中ではかっこいいなってなってましたよ。ありがたい。で、あ、ま、明,明日から実際に何点ぐらい展示されるんですか、うん、芸術館に。17、18、19、20、21。浮世絵が21作品ぐらいですね。うんうん <で>それ要は学生たちが選んだ浮世絵たちです、ね、学生たちち学生が選んだ浮世絵が17点と、うん、今回の新作屏風のもともと参考になったインスピレーションを受けた作品が、えー、1, 2, 4作品並んでますでそれと別に、えー、屏風作品が2つと、うん、2> 太郎さんの昔あの狂言の方の装束を描いたりとかこのウルトラプロジェクトで実際に制作されたものも 2> 2点うんなるほどじゃあ実際来てもらう人はどういう僕とかが行った時どういう思いで行ったらいいですかそれ見に行く時にどういう思い <laughs> でもあのなんか推しを探しに行ったらいいんですか僕はそうですね推しを探しに行ってほしいのと、うん、あのいずれ推しの総選挙みたいなことも始めようと思って <laughs> 学生が選んだやつの中から皆さんの推しを選んでくださいっていうのもやろうと思ってるんですけどなんか浮世絵とかってやっぱり日本のそういう 伝統ってなっちゃうとすごく硬いものだと思ってたので、うん、すごく緊張しながら初めは関わってたんですけど、うん、よく見てみるとその子どもの表情もめっちゃ「うん、あ,のあもうイヤの子どもなんやろうな」みたいな表情をしているものがあったりとか、うん、すごくやっぱり日常を切り抜いたり推しのブロマイドって言われるだけある作品が多くてもっと和気あいあいとして楽しむものなんじゃないかなっていうふうに思っていて。うん、なので実際見に来る時も あ,なんかあんまり硬くなりすぎずに例えば友達と来てもらってしゃべりながら、うん、私はこの作品のここが好きとかいう話をしながら見てもらいたいなって思います、うん、これって大変素晴らしい企画だと思うんですけどねいや本当にこれあの例えば浮世絵展示やってますって言って見に行く人ってすっごい限られるはずなんですよ。うんで 僕もそうですし学生たちももうそのちょっと歩いたらあるけどもこうわざわざ時間作っていこうかなってなかなか思えない中この「おしえ」って言われて自分のおしを探しに行きますよとかって友達と一緒にわちゃわちゃ言いながら昔のことを想像できる機会を作っていや素晴らしいと思いました今の話を聞いてほんとにしかもそれがもっと楽しくなる工夫が されてるんですよ展示会場。僕も今日覗きましたけど、<お>ちょっと。はい、その今高橋さんが言ってくれた「いやいやきやな」みたいなのが、うん、全部彼女らの金銭彼、うん、彼女らの金銭が全部ハッシュタグで下に書いてあるんですよ。なるほど。で色もどれがとか言ってカラーチャートちゃんと抜き出してたり、うん、展示も面白い、うん。そうですね。カラーチャートで抜き出したのは学生のなんか制作にも使ってもらえたらなって思っていて。うんうん 浮世絵作品のやっぱり色使いは面白かったので、<あ>一つずつやっぱり違ったので、と、うん、いうのも、やっぱり比較的、うん、あの外部の方が来られるのってちょっとハードル高いじゃないですか。うん、学生はすというのをうまく、どうやったらうまくいけるかなっていうのを企画会議めちゃくちゃして、を採用してますいやーこれはね多くの人、言ってくれるんじゃないかなと思うし、ね。 ちゃんと宣伝頑張ろうと思います僕。<laughs> お願いします。<laughs> 本当にあの <laughs> うんえちなみに二人はそもそも現代のブロマイド的なものをスマホであったり実際に物として持ってたりするんですか。持ってます私は。長松は持ってますか。う,ーんうんうん持ってます。<laughs> 何その服の。 言いたくない。いやでもなんかあるでしょ。その質問し始めた時からもうやばっていう顔してえ持ってますよね。たぶ持ってるのが普通じゃないですか。おどうなんでしょうね。まあ画像とかでもいいってことでしょ。が画像。うんうんうん。うん、いや物としてっていうからなんかこのカ写真として持ってるって今いや今はあんまあないよね。画像,うん、画像として持ってますね。 しのの画像を持持っってていいげつない枚数のブツ持ってます私かもそこまで聞いてない。<laughs> <あの笑>カミングアウトしてほしいわけで。で、それをこう見てこう、こうさ、あーっとこうめ、めでてるわけでしょ、かっこいいなと思うわけじゃないですかそ。そのイメージと、その今回の推したちは、みんなにとってはその,そのままじゃないと思うけど、こうなんか、 どう言ったらいいんかな。その当時の人たちの気持ちになれますか。こう見に行って、こう。意味わかります。なれると思います。あの、うん、その。当時の人の。う推しを集めてる感覚になれるかってことですよね。あ、うん、そうそうそう,そう。なれると思います。それ、その体験ちょっとしてみたいな、本当に。なれるし、なんなら、その時の方が、うん、イラストにされてる方が。 やっぱりこう細かい描写、なんか桜が散っているとかも、うん、今のブロマイドで撮ろうと思うと難しかったり、すごい違和感な構成になるとは思うんですけど、うん、そういうイラストであるからこそ、すごくかっこいい構図が多いので、ここも楽しめるんじゃないかなって思います、ね。なるほど。明日から、明日の何時から ?10 時です。明日の10時から。でえー、っと、明日だから10月16日。日10時から。 はい。えっと京都芸術大学芸術館、はい、ギャルリオーブの2階ですね。はい。はい。だからこれ学生たちわかりにくいのであのギャルリオーブの2階です。<laughs> 階段を上がっていきます。そうそう上がります。はい。上がってちょっと入りにくい階段ですけど。ね。はい。ちょっと入りにくいはい。でないつまでやるんですか。11月の20日の土曜日までです。11月20日土曜日まで。ちょっと後で概要欄には一応入れるようにしておきますね。はい。はい 外部の方はよう予約。そうです土曜日のみになってます。あ、外部の方は予約を土曜日にすればでも入れる。はい、予約さえしていただければ入ることです。それ、どこから予約するんですか大学のウェブこれ。この URL と QR コード、どこにあるんですかこれ、読み取って今読み取るのちょっと。 スポットライトやればもう一回、高橋さんもう一回やって。<laughs> これ <laughs> あ今読み取ってください、皆さん。ほんまそれ読み取れる <laughs> いいかな <laughs> でも大学のホームページでこの、理かの記事からもう行けるから、ね。あとで概要欄、あ概要欄にね読、読み取れました。え、行けます行けました、行けました。<laughs> えぇ、ー、すごーい土曜日のみやったっけ、高橋さん。そうです、土曜日のみですね。土曜日のみか。はい。 あとは、まあ、もしくは URL をあの後で宣伝してもらえれば。<laughs> あはい、<laughs> 分かりました。頑張ります。<laughs> すみません、お願いします。<laughs> でもね、せっかく頑張ってね、選んだ推したちなので、多くの人に見てもらいたいですね。はい、ぜひ、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いします。最後にもう時間、ちょっと過ぎちゃってるので、あのお二人から。反対って言われてる。<っ> <laughs> 何が反対って。あ、QR は ?QR。あ、でも <laughs> 読めたよ、たぶん。 大丈夫なんんじゃんいいいいけけけるよはい、なのであのお二人からもうぜひ来たらここを見てっていう最後のお願いをしてあと森本さんが <laughs> <laughs> 一応電波が悪いらしくてものでもずっと聞け <laughs> あの退出して入ってからは聞けてます大丈夫聞けているというかこう出てもらう立場。<laughs> 今こ声で最後にじゃあ,あの森本さんも、はい、あ,のあれです。 ぜひここを見てくださいとか最後こう念押しで言いたいことがあれば最後それで締めたいと思いますお願いしますじゃあ高橋さんから,からか高橋さんからいきましょうえっご,<え>ごめんなさい話聞いた <laughs> <laughs> めっちゃコメント読んでました今 <laughs> あの最後にこう企画のこう面白い点とか改めてね あの明日から来てこれ見てねとかそういうことを最後にちょっと伝えてください。私は作品の下にあるキャプションボード、説明とかタイトルとか書いてあるものを頑張って作ったので、うん、ぜひそれを見て楽しんでいただきたいなというふうに思います。はい、なるほどありがとうございます。はい、ぜひ、はいそはい、作品だけじゃなくてね、そういったところも含めて作品になっているところですね。はい、頑張っているので、はい。はい、長松さん、どうでしょうはい、えっと。 せっかく大学に浮世絵があるのに、その見れる機会っていうのが少ないと思うので、うん、ぜひこの機会に見ていただきたいと思います。うんはい、よろしくお願いします。はい、わかりました。あと、あれですね、リーフレットの「推し」っていう字も、はい、要チェックですね。見てください。<laughs> <laughs> はい、そして最後、あの天の声、はい、森本さん。<laughs> ほぼあ出てなかったんですけど。<laughs> えっと、そうですね。 今回私は展示の中でえっと作業うん浮世絵ってどうやってできるんだろうっていうその作業工程を紹介するコーナーを担当していて浮世絵ってどうやってできるかってあんまりイメージつきにくい人も多いと思うんですね。それをすごいあの結構細かく分かりやすく説明したつもりなので、うん、<laughs> ぜひそこで。 あのどれだけ手間がかかってるのかを知ってもらって、うん、そうするとさらにあのより感動が大きくなるんじゃないかなと思うので、うんうん、そこもぜひチェックしていただけたらさん今簡単にちょっと言えますか浮世絵ってどうやって作られるものかそうですねえっと、うん、一色につき1個の版があるんですね、うんうん、なのでその色の数が多くなればなるほど版、うんうん、の数も増えるのでなるほどそれを ずれないように、押していく作業とか。そっか。結構細かい、作業が。いっぱい、ある。ありますね。すみません、ちょっと、ちゃんと説明できてない。ええ、でも、わかりますよ。で,で,きできてる、できてる、それこそ、だから、高橋さんの後ろの。あの、ね。リーフレットを見ても、その、今言ってることがわかるはずです。だって、一つ一つの、色に。 版がこどここを重ねて重ねてやっていかなければならないということですよね。そうですね。そう、うん、でその色が重なっていく様子の途中段階のえもえっと、えっと、展示しているので、うん、すごいわかりやすくあ,<ー>あのなっていると思います。なるほど。いやぜひなんかそういった要は、うん、あのまあ繰り返しになりますが作品を見に行く楽しさ も,もちろんそうだし、それ以外に学生たちがいろいろ考えて企画をし、あのその場をこう盛り上げていくためのさまざまな創意工夫がなされているものも楽しめるはずなので、あのオーブ、カフェから歩いて、徒歩50歩、そのオーブの階段を大体20段、ダッシュすれば30秒ぐらいですね、カフェから。 皆さんもあのちょっとの時間でいけるはずなので、はい、ぜひ多くの人に来てほしいなと思います。ということで、はい、最後あの山本太郎先生あの伝えたいことがあればチャットしてみてください。こちらは終了しますのであの最後チャットで何かあの <laughs> ここだっていうことがあれば伝えてください。いあいの,、ね <laughs> <laughs> はい、あのぜひ山本太郎先生も あのね、学生たちと本当に毎,毎晩のように遅くまで多分制作をしてあの展示を展示空間を作ったりいろいろやった結果の展覧会が明日から始まりますので皆さん足を運んでください。うん、ではありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> <laughs> いや、りょうえくんがオープニングで何降ってくるかとか、ちょっとずつ想像つくるなってねえな。あ、やばいやばい。